エスコンフィールド北海道ホームランパークファクター 2.15 マーレフとのブルペンあんな形やしな。ゴミみたいな奴らがハムに移籍した途端打ちまくるの見ればわかるやろ。よくドームランとか言われてるけど東京ドームが平均値なんやな。空文字も波の打者になれるわ。甲子園もおかしい敵。甲子園がゴミすぎる。平凡な外野フライがホームランになる球場。めっちゃ高いのかと思ったら神宮と同じくらいだし普通やん。どう見ても東京ドームより甲子園の方が欠陥球場やん。バンドが中央値な時点で1ミリも信用できない。今年は本数少なすぎて統計がブレてんだろ。ちなみに高いのはホームラン PF だけじゃなく得点 PF もアンダー PF も1位になってる。ホームチームの戦力に左右されるからどうなんやろ。村上がエスコン行けばワンチャン復活あるか。 PF なんていうバカみたいな指標が生まれる競技なんだから真面目に考えるなよ。HR が出やすい方が面白いんだか狭くしない方が悪い。バンドが中央なのは絶対イカれてるよ。阪神とカープと西武が打てなさすぎなんちゃう。一昔前は狭い球場が叩かれやすかったけど打点すぎて評価が逆転してきたな。阪神西武広島は打ててないに加えて投手が打たれてないもあるやろな。巨人は FA 補強できなくなってから露骨に広がり増えたよな。昔のどこからでも一発のある重量打線だったら PF も跳ね上がったやろうに。ご視聴ありがとうございました。